ミハイル・アレクサンドロビジ。ミハイル・アレクサンドロビジ。1878年12月4日、ユリウス歴11月22日から1918年6月13日は、ロシア大公。ロシア皇帝アレクサンドル3世と皇后マリア・フヨードロブナの第4巫女。一般には、ミハイル大公として知られる。1878年に、アレクサンドル3世の 第四、巫女としてに生まれる。三年後の1881年3月13日、祖父アレクサンドル二世が暗殺されたことにより、父が皇帝に即位した。即位後、アレクサンドル三世は、家族の身の安全を確保するため、ミハイルたちをサンクトペテルブルク南西のガッチな宮殿に移した。アレクサンドルは、両親や兄弟から、ミーシャと呼ばれ育った。 アレクサンドルは兄弟たちと共に厳しい生活を送り、夜明けと共に起床し冷水で顔を洗いしっそな朝食を食べていた。また、ウバ、エリザベス・フランクリンの教育を受け、彼女から英語を学んだ。アレクサンドルは妹、オリガ大公女と仲が良く、ガッチな宮殿の周辺の森に頻繁にハイキングに出かけていた。また、この頃には馬術などの教育も受けていた。普段は、 質素な生活だったが、クリスマス、復活祭、四巡節の時は、肉や乳製品を食べることが許され、夏は、家族と共に、ペテルゴフ宮殿で、母方の祖父母クリスチャン旧姓、ルイーゼ王妃と過ごしていた。しかし、1894年は、父の体調不良のため、ペテルゴフ宮殿に行くことができず、父は11月1日に崩御した。このため、 長兄ニコライ二世が皇帝に即位し、ミハイルの幼少時代は終わりを迎えた。アレクサンドル三世の死後、母マリアは、ミハイルとオリガを連れて、アニチコフ宮殿に戻った。ミハイルは、他の皇族と同じく、ロシア帝国陸軍に入隊し、法術学校を卒業した1897年に、新英機隊に配属された。1899年に、時計、 ゲオルギー大公が急死すると、提携証券、第一位となったが、イサレービジの称号は与えられなかった。これは、ニコライ二世には、娘、オリガ王女、タチアナ王女、マリア王女しかおらず、後継者たる男子がいなかったための承知であり、1900年にアレクサンドラ皇后が妊娠した際には、男子が生まれることを強く望んだ。この際、アレクサンドラは、夫がした場合は、 摂政として退治に代わり政務を取ることを提案したが、政府に反対され、ミハイルが決定通り定位継承者と定められた。しかし、周囲の期待とは裏腹に、アレクサンドラが生んだのは、女子、アナスタシア王女だった。1901年に、ビクトリア女王が崩御した際には、ロシア代表として国葬に参列して、バスクン賞を授与され、 翌1902年のエドワード7世の戴冠式にも参列してガーター勲章を授与された。同年六月に騎兵中隊長に任命されガッチナに配属される。ミハイルは国内最大規模の砂糖生成工場を所有し、ポーランドに広大な領地を所有し経済的にも自立していた。1904年8月12日、ニコライ2世に念願の男子、 アレクセイ王子が誕生したことに伴い、提携証券、第一位の座から退くことになった。しかし、ミハイルは、ニコライ二世が死去した際には、アレクサンドラと共に共同接政を務める権利が認められた。1902年、ザクセンイコールコーブルクイコール、ゴータ公国のベアトリス公女、ビクトリア女王の孫娘と恋に落ちた。ミハイルは流暢な英語と、 フランス語を話し、互いに、英語で文通を行った。二人は結婚の約束を交わしたが、ベアトリスの母が、アレクサンドル三世の妹、マリア大公女であったことから、原則として、いとこ同士の結婚を認めていない、ロシア正教会協会法により、ニコライ二世の許可が得られず、この結婚話は、立ち消えとなった。ベアトリス公女とのの後、ミハイルの周囲は、 妹、オルガの助官を務め、ダイナの愛称で慕われていたアレクサンドラ、コシコフスカや、1875年から1923年、との関係に注目を集めた。しかし、彼女の父、ラジーミル・コシコフスキーは、平民出身の弁護士であり、彼女との結婚は、帰戦結婚に該当するため実現は難しかった。ミハイルの友人たちは、 結婚を諦め愛人の一人としてダイナと交際するように進めたが、ミハイルはこれを拒否し、1906年7月にニコライ二世に手紙を送り結婚の許可を求めた。手紙を読んだニコライ二世と母マリアは衝撃を受け、ロシア皇室の法に従い既遷結婚を認めようとせず許可なく結婚した場合には、軍人報級の停止とロシアからの出国を禁止すると迫った。 また、母マリアはミハイルがデンマークに出かけている9月中旬までに、ダイナを悲鳴し、宮廷から追い出した。ミハイルが帰国した9月24日、イギリスの新聞は、彼とパトリシア・オブコノートの婚約を報じたが、二人とも、報道について何も知らないと発表し、バッキンガム宮殿も公式に報道を否定した。しかし、1908年10月に、ロンドンを訪問し、 パトリシアと会見した際には二人の婚約が発表された。この発表にはダイナとの結婚を阻止しようとする母マリアが関与していたと言われており、彼女に依頼されたロイター特派員外ベリンジャーが虚偽の報道を行ったとされる。ミハイルはダイナとの駆け落ちを計画したが、彼女はオフラーナの監視下に置かれていたため結婚は不可能だった。 家族からの圧力を受けたミハイルはダイナへの興味を失ったように周囲から見られていた。一方のダイナは自分がミハイルの正当な婚約者であることを信じていたが、二人の恋は実ることがなかった。1907年12月、ミハイルは将工仲間の妻であると知り合い、1908年から友人関係を始めた。彼女もまた平民出身で、 さらに離婚歴を持つ子持ちだった。二人は8月に交際を始め、1909年11月に彼女は二度目の離婚をし、以降は、モスクワのアパートでミハイルの仕送りを受けながら暮らしていた。交際を知った、ニコライ二世は二人を遠ざけるため、ミハイルをモスクワから遠いオーレルの第十七系機閉チルニゴフレン隊長に任命したが、彼はナターリアに会うため月に数回モスクワを訪れた。 1910年7月にナターリアは、ミハイルの息子を産み、彼は死んだ時計に、ちなみと名付けた。ミハイルは、出生日を離婚前の日付にするように排除し、ニコライ二世はゲオルギーに、ブラソフの姓を鳴らせるように命令した。1911年5月、ニコライ二世はナターリアに、モスクワから移動することと、ブラソバの姓を名乗ることを許可した。1912年5月、 ミハイルはオジフレゼリク八世の国葬に参列するタメコペンハーンを訪問した。国葬を終え、フランスで休暇を過ごしていたミハイルとナターリアは、オフラーナによってサンクトペテルブルクに連れ戻された。ミハイルはサンクトペテルブルクでナターリアと暮らし始めるが、彼女は貴族社会から阻害されたため、数ヶ月後に彼女をガッチナの別荘に移した。 1912年9月、ミハイルとナターリアは海外に休暇に出かけるが、常にオフラーナの監視が同行していた。ベルリン滞在時に二人は突然カンヌにドライブに行くことを決め、監視には列車でカンヌに来るように指示した。オフラーナは事前に列車で同行するように指示を受けていたため、ミハイルの指示に従ったが、これはミハイルの意図したことだった。二人はカンヌに向かう途中で、 ウィーンに立ち寄り、10月16日にセルビア聖教会の聖サバ教会で結婚した。結婚にはナターリアの全然夫との娘が立ち会い、ミハイル夫妻はベネツィア、ミラノに立ち寄った後にカンヌに到着した。2週間後、ミハイルはニコライ2世と母マリアに対し結婚を報告する手紙を送った。ニコライ2世と母マリアはミハイルの報告にショックを受け、 母は、あらゆる想像を絶するひどさと述べ、兄は、弟は、彼女と結婚しないという誓いを破ったと激怒した。この頃、ニコライ二世の息子アレクセイは、血友病が悪化して危険な状態となっており、ニコライ二世は、万が一の場合にはミハイルにくライを継承させる、つもりだったため特に怒りを見せた。一方のミハイルも、アレクセイが死に再び定位継承権、第一位になり、 ナターリアと結婚できなくなってしまうことを恐れていた。そのため、ミハイルは、ナターリアとの結婚を強行することで、再び提携証券、第一位になることを阻止した。ニコライ二世の怒りは収まらず、1912年12月から1913年1月にかけて、直令を出し、ミハイルのロシアからの追放、国内資産の没収、殺傷の権利を取り消すことを決定した。 これに対し、貴族社会からは、ミハイルとナターリアに同情する声が上がった。追放から半年間、ミハイルとナターリアは、フランススイスのホテルを転々として生活していた。同じ頃、アネクセニア大公女と、イトコアンドレー大公が二人の元を訪れた。その後、ミハイルは、ロンドン郊外の邸宅を一年間賃貸している。ミハイルの資産はべて没収されていたため、 生活費はニコライ二世からの送金に頼っていた。第一次世界大戦が勃発すると、ミハイルはニコライ二世に対し、ロシアに戻り軍務に復帰したいと手紙を送った。ニコライ二世は希望を受け入れ、ミハイルはノルウェースウェーデンフィランド大公国を経由して、ペトログラード、サンクトペテルブルクから解名に戻った。ミハイルはサセックスに新たに土地を購入し、 以前に契約した邸宅の賃貸期間終了と同時にサセックスでくれなことを考えていた。そのため、調度品などをサセックスの邸宅に移し、以前の邸宅はイギリス軍に提供した。ナターリアがロマノフ家の宮殿に住むことを許されていなかったため、ミハイルはガッチナの,の別荘で暮らすことにした。軍に復帰したミハイルは少々に昇進し、 北カフカーズの6つの民族から編成されたカフカーズ土着騎兵士団、別名野生士団の士団長に任命された。士団は士団兵のみで編成され強力な戦闘力を発揮したが、異なる民族の集団のため統制を取ることが難しかった。ミハイルは部隊を的確に統率し、1915年1月14日から15日にかけて、 カルパチア山での戦闘に勝利し、四頭、聖ゲオルギー勲章を授与された。同時期、ミハイルは、息子、ゲオルギーを認知し、自分が死んだ際には財産を譲りたいという誓願を、ニコライ二世に対して行った。ニコライ二世は、ミハイルの戦時中の武君により、3月26日の直令で、ゲオルギーを伯爵に助し、ナターリアにも、伯爵夫人の称号を与えた。 1915年6月、ミハイルの部隊は劣勢に立たされ、戦線を交代し、同月に死去したコンスタンチン大公の葬儀に参列できなかった。ミハイルはこれを後悔したが、ナターリアは葬儀のために軍務を放棄する方が間違っていると、夫を慰めた。7月にジフテリアに感染するが、間もなく回復している。戦況悪化を受け、8月にニコライ二世が、 全軍総司令官に就任し申請を始めるが、この動きは将軍たちからは歓迎されなかった。10月、ミハイルはようやく、ニコライ二世から資産を返却され、1916年2月には、第二期兵士団長に任命された。同年7月に中将に昇進するが、他の大公たちと異なり、皇帝の自重部官に任命されないなど不当な扱いを受けた。夏には、 ブルシーロフ構成が行われたが、ロシア軍はパーベル大港の無策により甚大な被害を被った。対照的に、ミハイルの部隊は彼の指揮下で先行を挙げ、二等聖ブラジーミル勲章を授与されると同時に、皇帝の自重部官に任命された。しかし、戦争の長期化は、ミハイルとナターリアの会う時間を奪った。同年10月、ミハイルは異界用を患い、 クリミアで休暇を取るように命じられた。ミハイルは、ヤルタから妹クセニアに、ニコライ二世へ、以下の警告文を託している。ミハイルは、アレクサンドル大公、ニコライ大公、ゲオルギー大公、ドミトリー大公、エリザベータ大公平皇族たちと同様に、人々の不満の原因は、ドイツ出身のアレクサンドラを洗脳して、国政をかすぐリゴリーラスプーチンにあると考えていた。 ミハイルたちは、ラスプーチンの排除を訴えるが、皇帝夫妻は聞く耳を持たず、ラスプーチンは1916年12月に、フェリックス・ユスポフとドミトウ大公によって暗殺された。ミハイルは、家族と過ごしていた時に、ラスプーチン暗殺の報告を受けた。フランス大使によると、12月28日には、アレクサンドラ暗殺に失敗した者が逮捕され、翌日公主刑に処されたという。 ニコライ二世は、ドゥーマとの対決姿勢を強め、人々は皇帝夫妻の終分を流すことを止めようとしなかった。1917年1月にミハイルは前線に復帰し、同月29日には、騎兵総監に任命され、ガッチナに駐留した。この頃、アレクセイ・ブルシーロフが、即時かつ抜本的な部隊の改革を、ニコライ二世に求めるようミハイルに請願したが、 私はすでに皇帝への影響力を持ってはいないと返答している。1917年2月23日、2月革命が勃発すると、ミハイルはアレクサンドル大公、ドゥーマ議長、ミハイル・ロジャンコと共に、ニコライ2世に信頼閣の発足を求めた。暴動は激化し、27日にはロシア軍の一部が暴動に加わる事態となった。これに対し、 ニコライ二世はドゥーマを解散させたが、議員たちはこれに反発してを樹立した。ミハイルは、マリーンスキー宮殿で、ロジャンコと会談した後、ニコライ二世に、ニコライ五立ツ内閣の罷免と、臨時委員会の承認を求めた。彼の意見は、ミハイル・アレクセイエフやスタッフ家の参謀たちに指示されたが、ニコライ二世は、提案を拒否し、ロシア軍に暴動を鎮圧するように命令した。 ミハイルは直ちに、ロジャンコに会うためガッチナに戻ろうとしたが、革命派に道を阻まれてしまう。革命派は、体制派の人間を次々に拘束し、道を封鎖していた。ミハイルは安全性の高い冬宮殿に向かい、そこから海軍本部と連絡を取った。ペトログラードに戻ったミハイルは、プチャーチン公爵家のアパートに避難した。隣のアパートでは、自重のニコライ・ストルイピンと、 政務会員の司祭が革命派に拘束され、さらに隣のアパートでは、スター・ケルベルク男爵がボートに殺害されていた。3月1日にロジャンコの派遣した警備隊がプチャーチン公爵家のアパートに到着し、ミハイルはロジャンコトッパーベル大公が作成した立憲君主制草案に署名した。しかし、新たに発足したは草案を拒否し、人々は訂正の廃止を要求した。 1917年3月2日、ニコライ2世は、ルーマや将軍たちの圧力を受け、アレクセイを新皇帝ミハイルを接承とすることを決めた位宣言書に署名した。しかし、夜になって、ニコライ2世は新皇帝について再考した。彼はアレクセイが新皇帝に即位した場合、夫妻の元から隔離されることを恐れていた。ニコライ2世はそのため、帝位継承権。 第二位のミハイルに定位を譲ることを決め、以下の新たな宣言を布告した。3月3日早朝、各都市で皇帝ミハイル二世の即位が宣言されたが、人々からは歓迎されなかった。ロシア軍の一部からは新皇帝への忠誠を誓う、声が上がったが、大半の人々はこの動きに無関心だった。また、 臨時委員会に代わり樹立されたロシア臨時政府もミハイルの即位を拒否した。ミハイルはこれらの動きを一切知らされておらず、臨時政府の代表団がプチャーチン公爵家のアパートを訪れた際に初めて事態を知った。同日午前、ミハイルはロジャンコ、ゲオルギー・リボフ、パーベル・ミルコフ、アレクサンドル・ケレンスキーと会談し、昼食後には新しい政策の草案を作るため、 ノリで男爵とウラジーミルナボコフが訪問した。討議の末に新しい草案が完成したが、その際にミハイルは明確に定位の継承を拒否した。ケレンスキーの助言者だったフランス大使は、ミハイルの宣言を後期で愛国的と称賛したが、ニコライ2イは政権議会に首を垂れたと非難し、ゴミのような宣言と吐き捨てた。多くの君主主義者は選挙後に、 ミハイルが即位することを期待していたが、これによりロマノフ朝は、明日ともに崩壊した。また、すでに臨時政府に代わって、ペトログラードソビエトが勢力を拡大せていた。ミハイルは、ガッチナに戻るが、以降は行動の自由を制限され、4月5日に陸軍から除隊させられた。7月21日、リボフに代わり、ケレンスキーが臨時政府首相に就任した。 8月、ケレンスキーは、ニコライ2世一家を、ペトログラードでは、人々の注目を集めすぎる。人気のない場所に隔離するべきとして、トボリスクに追放した。ニコライ2世一家がトボリスクに出発する前日、ミハイルは、兄との面会を求め、ケレンスキーは、自身が同席することを条件に面会を許可した。ケレンスキーは面会の様子について、二人は、 非常によそよそしい態度で会話を交わし、別れの間際に、互いの軍服のボタンを相手に渡したと記している。ミハイルが、ニコライ二世一家と会うのは、これが最後となった。8月21日には、ナターリアと暮らしていたニコライフ通りの別荘が、警備隊に包囲された。ミハイルは、1912年12月以来秘書を、勤めているニコラス・ジョンソンと共に南京下に置かれ、 一週間後に、ペトログラードのアパートに移された。しかし、ミハイルの胃の病状が悪化したため、イギリス大使が、臨時政府外務大臣、ミハイル・テレシチェンコに掛け合い、ミハイルは9月に、ガッチナに戻された。テレシチェンコはブキャナンに対し、イギリスが希望するなら、ニコライ二世一家やミハイルの亡命を認めると、提案した。しかし、イギリスは、ロマノフ家を受け入れた際に、 反応性運動が発生することを危惧して提案を拒否した。9月1日、ケレンスキーは国語をロシア共和国に改めた。ミハイルはこの日の日記に、私は今日、ロシアの共和制宣言を聞くために起きた。マサヨシや秩序が保たれるならば、政府がどのような形であっても問題はないだろうと記している。2週間後に、ミハイルの軟禁が解除されるが、 翌10月に10月革命が発生し、ケレンスキーに代わりボリシェビキが政権を掌握した。ミハイルは元同僚でペトログラード警備隊司令官だったピオトル・ポロトソフト、連絡を取り、家族を連れてフィンランドに脱出することを計画した。ミハイルは脱出の準備を進めるが、ボリシェビキの同乗者に計画が露見して、再び軟禁状態に置かれ、彼の自動車も没収された。 11月に南京が解かれ、1918年1月に政権議会が発足した。ボリシェビキは議会の少数派だったが養殖を独占して主導権を握り、3月3日に中央同盟国との間にブレストリトフスク条約を締結し、4日後の3月7日、ミハイルとジョンソンはペトログラードチェイカー長官の命令で逮捕され、ペトログラードチェイカー本部のに投獄される。 3月11日、ミハイルとジョンソンは、ウラジーミル・レーニンの指示で、フェルミに追放される。二人は窓を外された、暖房のない貨物列車に乗せられ、8日間かけて、フェルミに移送された。当初は、ホテルの一室に監禁されたが、2日後に、現地のチェーカーによって投獄された。ナターリアは、ペトログラードで、人民委員に、ミハイルの釈放を訴え、4月9日に、 ペルミでの行動の自由を認めさせた。これにより、ミハイルは、ジョンソン、従者はシーリーチェルシェフ、運転手ボールモフと共に最高級ホテルのスイートルームに移された。また、ナターリアはゲオルギーを守るため、3月中に、ゲオルギーのウバやデンマークの外交官と接触し、ロシアからの脱出の準備を進めた。5月、ナターリアは自身とミハイルの旅行許可証を取得した。 彼女は、友人のプチャーチン公爵、マルガリータ・アバカノビチと共に、ペルミに向かい、夫と再会して一週間同地で過ごした。同じ頃、ブレストリトフスク条約に基づき、捕虜のオーストリアイコール、ハンガリー帝国への移送が開始された。また、チェコスロバキアの独立運動に加わるため、チェコ軍団もアメリカ合衆国経由の回路を経て、 西部戦線に参加しようとウラジオストクに向かっていた。しかし、停戦後もドイツ軍とチェコ軍団との戦闘は続き、チェコ軍団がペルミに向かう中で、シベリア鉄道沿線を掌握したため、ドイツはボリシェビキ政権に対して、チェコ軍団の武装解除を要求するなど情勢は不安定なものとなっていた。ミハイルとナターリアは、チェコ軍団の接近によって、ペルミに閉じ込められることを危惧し、 5月18日に、ナターリアは、フェルミを離れた。6月に入ると、再び、ミハイルの胃の病状が悪化した。6月12日、現地チェーカー指揮官は、ミハイルの処刑を命令した。ミアスニコフは自身と同様に、帝政時代に囚人だった、メンバー4人、ワシーリー・イワンチェンコ、イワン・コルパシュチコフ、アンドレイ・マルコフ、ニコライ・ズルズコフを集め処刑隊を編成した。 午後11時45分、処刑隊は偽造通行証を使いミハイルのいるホテルに侵入した。当初、ミハイルは現地チェーカー長官パーベル・マルコフと会談し、病気を理由にホテルの外に出ることを拒否したが、抵抗が無意味と知り、服を着てホテルを出た。ジョンソンが同行を申し出たため、処刑隊は二人を馬車に乗せ郊外の森に向かった。ミハイルが行き先を訪ねると、 処刑隊は列車に乗るため踏切に向かっていると返答したという。6月13日早朝、森の中で馬車を降ろされた二人は処刑隊に銃撃された。しかし、処刑隊が所持していた銃は自前の粗悪銃だったため、弾詰まりを起こした。この時点で、ミハイルが負傷したかは不明だが、彼は頭部を撃たれたジョンソンに両腕を広げて歩み寄り、間もなく射殺された。 ズーズコフとマルコフは自分が致命傷を与えたと主張し、ジョンソンはイワンチェンコが射殺したという。一体は服をすべて脱がされ、硫酸をかけられた後に灰になるまで焼かれた。服は処刑の証拠として、ミアスニコフに引き渡された後に焼却された。ウラルソビエト議長は処刑を追認し、間もなく、レーニンも処刑を追認した。ミハイルは、 ボリシェビキ政権による最初の皇族虐殺の犠牲者となり、この後、ニコライ二世一家を含む多くの皇族が虐殺されていった。二人の遺体は現在も見つかっていない。二人の処刑後、ボリシェビキ政権は、訂正に反感を抱く労働者の集団による反抗を、と発表した。ボリシェビキ政権の偽情報は、白軍に、ミハイルは国外に脱出したという、 誤った認識を与え、チェルシェフとボルノフも間もなく逮捕され、フェルミに監禁されていた、宮廷国陸軍のピョートルズナメロフスキー大佐は、ミハイルが行方不明になったことをナターリアに、電報で伝えた。電報を送った後、ズナメロフスキーは、チェルシェフ、ボルノフと共に処刑された。ナターリアは、当初の亡命計画を断念し、子供たちを連れて、ウクライナ国、 キエフに向かい、ドイツ軍の保護を受け脱出した。しかし、ドイツ革命によって、ドイツ帝国が崩壊したため、ナターリアは、イギリス海軍の保護を受け、イギリスに脱出した。彼女は1951年に、パリの病院で無一門の状態で死去した。息子ゲオルギーは1931年に、フランスのサンスで交通事故を起こし、20歳で死去した。ゲオルギーの死で、 アレクサンドル3世の男系子孫は耐えることになる。義理の娘のターリア・マモントバは生涯で3度結婚を経験し、1940年に回顧録を出版した。ミハイルの死から91年経った2009年6月8日、ロシア当局は不当な逮捕によって弾圧を受けたとして、ミハイルとジョンソンの名誉回復を発表した。ミハイルは物静かで目立たず、 気立ての良い人物として周囲から見られていた。また、ミハイルは軍部に専念して政治的発言をしなかったため、イギリス領事は彼なら優れた立憲君主になっただろうと評価していた。ミハイルはニコライ2世や他の皇族よりも兵士からの信頼が厚い司令官だった。ブルシーロフは回顧録の中でミハイルは陰謀に加担せず、終分の類を敬遠し、 兵士に対して優れたリーダーシップと良心を持つ指揮官だったと評価している。アメリカの従軍記者、スタンリー・ウォッシュバーンによると、ミハイルは戦場では検証のない簡素な軍服を着用し、貧しい村での生活を過ごしていたという。ナターリアは、夫がロシアのために過酷な前線勤務の中で派手な装飾や軍服を身につけることを避けていることを、 知り驚いたという。第一次世界大戦中、ラスプーチンの友人のブラトリボフという陸軍の技士が戦況を一変させる火炎放射器を開発したとニコライ2世に報告し、兄の命令でミハイルは開発費用を支払うように示した。しかし、報告が虚偽であることが発覚してブラトリボフは逮捕されたが、ラスプーチンの嘆願により釈放された。 ミハイルは騙されやすい性格だったらしく、ナターリアの友人はミハイルについて、ナターリアが常に見守っていなければ、ミハイルは様々な場面で騙されていただろうと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。